ジュール・デュ・ピュイ・ジュール・デュ・ピュイは、橋を利用しようとするより、多くの人々をもたらす。逆に言うと、交通量の増加により、その罪に支払おうとする人の支払い意欲は減少する。それゆえ、限界公用低減の概念は、それ自体が下方へ傾斜する、需要曲線に翻訳されるべきである。こうして彼は、需要曲線を限界公用曲線と、同一視した。これは、 経済学者が限界紅用から導かれた需要理論を提唱した最初であった。需要曲線自体はフランスの経済学者クールノーによりすでに描かれていたが、クールノーの需要曲線は理論的裏付けがなかった。デュプイは次に相対的紅用を需要曲線の下方、価格の髪型の範囲として定義し、それを異なる価格のもたらす。 福祉効果の尺度として用いた。価格が例になったとき、公的福祉は最大化される、と話を結んだ。これは後に、マーシャルの消費者余剰として知られるようになった。デュピュイの論理は、市場の需要が集計値である一方、限界効用は個人に特有である、という事実を説明していなかった。個人の限界効用を総需要に関係づけるため、 個人間の公用の比較可能性については何も語られていなかった。また、彼の理論の中には供給曲線も登場しない。彼の論文を注意深く読むと、そこには限界費用例の供給曲線を意図したと読み取れる部分もある。また、高い支払い意思を持つ者には高い価格を、低い支払い意思を持つ者には低い価格を課すといった事項について論じている部分も、 存在する。こうしたことから彼を限界費用価格形成原理や価格差別の理論の先駆者と見る者も,もいるが、少なくとも彼は、こうした問題について厳密な論証を行っていない。彼は、独占についても議論を展開している。デュピュリの経済学者としての評判は、自由法人経済学の擁護者にとどまらず、定期観光物への頻繁な気候で知られる。 公共事業の純経済利益の評価に対する欲求から、デュピュイは経済発展の能力を分析し、公用理論の枠組みの構築と公共工事から得られる繁栄の測定を試みた。デュピュイは経済学者と評価されることが多いが、オスマン市政下でパリの上下水道整備に取り組んだことも彼の大きな業績である。オスマンとは意見の食い違いも多かったが、 維持管理用の歩道を備えたパリのダイン水道の最初の建設工事を指揮したのはデューピューイで、そのため、大下水道はデューピューイの洞窟と呼ばれることもあった。ありがとうございます。